主、私の霊はあなたが神であることをしておら、しています。あなたすべて見ておられることを私たちします。聖霊様、感謝します。私たちの命に向かって語ってください。私たちを助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。皆さん、おはようございます。今日は箴言7章に入ります。ジョアシュによるメッセージです。7章は6章の続きです。昨日、ジェイソン先生は4つの境界線についてシェアしました。6章の20から26節まで、ある境界線ですけれども、寛義について境界線です。どのように遠ざかっていくか、それは7章の中に続けて語ってくださいます。この境界線は、人々には非常に難しいですね。たくさんの、誘惑があるからです。今日のトピックですけれども、友情から離れ、命か死ぬ選択ですよというトピックです。友情とは、上空で、若い者を誘惑するものです。でもその友情のことだけではなく、このストーリーですね、人々はどのように友情から離れていくことを教えてくださいます。友情のことですけども、御言葉では霊的な面においてサタンのことも例えしています。ですから私たち今日この御言葉を読んでいきましょう。命と死の選択です。1節から5節、第1段落。父の言葉を守りなさい。友情から離れて生きていきましょうというトピックです。1節、我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。箴言にはよく我が子よと書きます。お父さんが子供に対しての忠告です。続けてその忠告を発しています。その親が知恵ですね、自分の子供に伝えますと。その知恵とは、ただお父さんの経験だけではなくて、人間の知恵だけでもなくて、その知恵は、基礎があります。死を恐れることです。私たちの教会の言葉だと、命になりましょうという言葉です。命の木になりましょうという言葉です。お父さんは、神様を恐れているから自分の子供に教えます。私の言葉を守りなさいと。その言葉とは、真理の中の言葉のです。立法の中の言葉です。神様を恐れる知恵です。ですからお父さんそのように言います。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えようと。2節の守りと1節2節の守りは同じことです。同じの意味です。私の命令を守っていきようと。私の教えを自分の瞳のように守れと。お父さんは小さい頃から私たちたくさんをリマインドしてくれますよね。頑張って、勤勉にしなさい、誠実にしなさい、礼儀を正しくしなさいと。あと、両親を敬いなさいと。いろんな教えしてくれるんですよね。で、ここではお父さん言います。もし私の命令を守らなければ生きることはできません。それは命と死の選択です。モーセ5章に書いているように、主が、イスラエル人に語ってくださるように、私の掟、私の命令、私の、定めを守れば生きることができます。それは
父が天の父が私たちの、まあ、イスラエル人のようにイスラエル人に語った言葉です。箴言には親が子供に教えているような言葉と同じです。2節、私の命令を守っていきよ、私の教えを自分の瞳のように守れ。自分の瞳を守れということはどういうことでしょうか。あなた、初対面の人をですね、見ると、相手の瞳の中で自分の顔を見えるんですよね。そういうことです。私たち、まあ、人間として非常に、自然な、反応ですけれども、もし相手が私たちの瞳にですね、攻撃してくると、自然的にもう目を閉ざしますよね。それは、私たち自分の瞳を守ることです。私の子供ですけども、1歳の頃ある日彼は、鉛筆を遊んでた。で彼は、ソファから、落として、その鉛筆はほぼ目のところに、刺しました。で当時私は、病院にいたんですね。お母さんが、まあ、病院に、一緒に行ってあげたから。でその後に私は子供を自分の子供を病院にも、連れていたんですね。で今皆さん私の息子の目を見ると詳しく見ると、そこには約 1cm ほどの、傷跡があるんですよ。で彼は目をつぶしたので、瞳を守ったんですよね。医者さん、その目を見て、あ、それは、まあ、ただ、外側の傷です。瞳には傷を与えませんでしたと。振り返ってみると、すごく怖かったんですよ。でも、今日の御言葉を見るとよくわかりますよ。自分の瞳のように守れと。お父さんの命令を守って生きようと。神様が私たちに御言葉を与えてくださいます。その法則、私たち守らなければなりません。私たち御言葉を守って、まるで自分の命を守るように、そう自然的な、まあ、反射のように守ったら、いいですねと。3節、それを自分の指に結び、あなたの指に結びましょうと。あなたのすべての言葉、すべての語った言葉、私たちはまあすべて神様の言葉を言いましょうと。心の板に書き記せ。1節から3節、もう1つの言葉あるんですね。守る、そして、守れ、あと結び、書き印。4節、知恵に向かってあなたは妹だと言い、英知に向かって身内と呼べ。知恵とは神を恐れることです。お父さんは自分の息子に教えています。あなたは、あなた人生の生涯ですね、知恵と結びましょう。主を恐れるその心の態度を、結びましょうと。五節、それをよその女から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るために、知恵を得ようと。知恵があなたの妹だと呼べば、祝される。あるいは英知をあなたの身内と読めば、成功すると。そういうわけではありません。私たち箴言を読んでいるのは、祝される、法則を見つけたいと思いますよね。私たちは知恵を持って成功にしたいんですよね。
なぜなら私の成長の中でたくさん失敗したからです。たくさん失敗した経験があったからです。私たちいつも主に求めます。知恵を与えてくださいと。でも後節を教えてくださるんですけども、知恵を得る目的は何でしょうかと。自分を予想の女から守るためです。友情から守るためです。それが命を得ることです。予想の女から離れて命を守ることです。第2段落6節から20節まで、父のストーリーを詳しく聞きましょう。友情の計画を分かってくださいと。6節、私が家の窓から格子窓から見下ろして、浅はかな者たちを見ていると、若者たちのうちに良識のない一人の若者がいるのに気がついた。私という言葉ですけれども、私が家の窓から見下ろしたんですね。ある良識のない人が、友情に誘惑されました。その結果としては死に至るですね。6節からのストーリーですね。私が出てきました。私は家の窓から 見下ろした、格子窓から見下ろした。そのストーリーを明かししたんですね。その私とは誰でしょうか。一節は若子よだと書いてありますので、私がお父さんのことのように理解してしまいます。お父さんが、自分がこのようなストーリーを見ました、このような状況を見ました、ある若者の結果を見ましたとのように、思うんですけれども、その若というのは、その私が非常に詳しく観察してますね。7節、町にはたくさんの、浅はかな者たちを見ています。でも誰が良識のない者か、誰が知恵のある者か、一目で分かったんですよね。誰が無知である若者か、分かったんですよ。でその若者が、道の曲がり角、近くの回路を通して、友情の家に至る道を進んでいったと。で、あと、その黄昏の日の沈むところ、夜と、暗闇の始まったところ、そのストーリーを見えました。ですから、その私が誰でしょうか。私の考えでは、私とは聖霊のことだと思います。なぜなら聖霊は眠らないし、人の心を見抜く人です。誰が知恵のあるものか、誰が、愚かなものか、その聖霊様がすべて分かってくださいます。その聖霊様が私たち一歩一歩友情の家の、角近くまで進んでいくのも見えます。その私が全知のことをして、すべてのことをしておられます。暗闇の中でも聖霊様がすべて見えます。その若者が、誰も私自分のことを知らないだろうと思っているんですけれども、その友情も自分のやったことは知らない、誰も知らないと思うけれども、しかし私がいる、私がその聖霊様のこと、天におられる聖霊様ですね。9節、黄昏の、日の沈む頃、夜と暗闇の始まる頃だった。それはセンターオフトナイツですね。非常に暗い時に、ある若者が、黄昏から日の沈むところ、夜と暗闇
までの頃から、暗闇に走っていたんですね。彼は、まるで方向のないものです。彼は、街で迷って、その街で時間を過ごしました。黄昏から、夜までは、まあ、約10時間を減っていました。彼はなんか仕事もないように、まるで町に何の目的もなくて、そこでいたんですね。ですから、友情も方向がなく、死の方向に向かっていたんです。皆さん、私たちもこのような状況はないでしょうか。私たちはいつも一人にいたいときないでしょうか。もちろん私たち一人にいることは神様は許してくださるんです。イエス様も山の上で神様とつながるときがあるんです。しかし、兄弟姉妹の皆さん、特に兄弟の皆さん、私たちはいつも街で、目的なくしで、歩き回っているでしょうか。あるいは私たちいつも自分のホラー穴の中に隠しているのでしょうか。私、小さい頃ですね、日曜日、お母さんと一緒に教会に行きました。でも家には、ゲーム、あってから私たくさんの理由をつけて、他者の口実をつけて教会に行かなくなりました。もちろん私はお母さんには、家でゲームしたいとか言えないんですけれども、朝起きて、頭が少し痛ければ、あるいは少し、鼻水が流れてくると、私はもう行きたくないと、教会行きたくない、私一人に家に残したいと言いますよ。私たちは一人の時に、よく教育のことの誘惑に入ってしまいます。あなた一人のとこ一人の時に、インターネットでいろんなところに行くことができるんですよね。私たち一人の時に上空によって、暗闇の、ところまで引っ張っていくんですよ。で、この若者はですね、劣等感のあるものです。劣等感のある人は、友情を待ってくれるんですよ。仕事なく、方向性がなく、人が、神様が見えるんですけども、敵もその人のことを見えます。10から12節。友情の、計画について書いてますね。その女は遊女の襲いをして本心を隠した女だと書いてます。そのこの遊女とは、それを仕事して、仕事をしているわけではないです。彼女は結構金持ちの遊女ですね。夫が商売人だと見えます。その家の、飾りも結構豊かな状況であることを分かるんですよ。11節、その女は騒がしく、かたくなですね。原文には、騒がしく、かたくなという意味 を書いています。自分の足ですね、自分の家にとどまらず、外に出ていくという、欲望があるんです。彼女は同じたくさんのあらゆるところで、待ち構えていた。誰が、その彼女の計画に、その罠に、ひばってくる人を待っているんですね。彼女はまるで、歩き回る獅子のように自分で、その獲物を得るような
ように待って構えていた。彼女は言います。町割りの生贄を捧げなければならないので、私は今日自分の生還を果たしましたと。町割りの生贄とはどういうことでしょうか。非常に特別なことですね。その、捧げ物ですね、捧げ後に家に、そのお肉家に持って帰ることができます。で、レビ記の中に書いてるんですけども、その捧げの、生贄の肉ですね、2日間以内ですね、すべて食べなければならない。ですから彼女はまるで非常に、敬虔な人のように見せますね。私は今、町割りの生贄を捧げました。私は神様を信じたものですよ。恐れなくてもいいですよ。私の家には、生贄の、お肉、捧げたお肉はありますよ。切って一緒に食べましょうと。それは、その女が、友情が、若者に言った言葉です。彼女は計画を持って、で、あと表面的な宗教的な計画も持っていて、15節か、それ私はあなたに会いに出てきました。あなたを探し求め、やっと見つけました。彼女は目的あって、偶然のように見せました。私たちは、上空の、誘惑に落ちたときに、偶然だと思うんですけれども、しかし、敵の方から見ると、偶然ではありません。敵の、あるいは友情の面から見ると、それは偶然ではありません。彼らは計画を持つのです。最初は、ただ、スマートフォンから一つの写真だけ見てくれました。私も経験したんですけれども、私は、サッカーのニュースについて、まあ、ずっとフォローしてきたんですけれども、でもたまに、別の写真が出てくるんですよ。特に女性の、写真ですね、突然出てくるんですよ。それが私たちの教育を、教育を、まあ、動かしてくれるんですよね。それは敵の計画です。写真から始まって、たくさんのストーリーに、まあ、悪い方向に持っていたんです。私、前ですね、若者を牧会してきました。このようなことを非常に、非常に、まあ、つるいですね。ある日、私たち、まあ、若者と一緒に、教育について会話しました。あなたは初めてホログラムの、ことを初めていつ見たんですか。ある人が、ゲームしてる時に、ある友達は、あ、じゃあこの別の、ゲームやりましょうと。それを押したら、大人のゲームですよね。ある、若者をですね、インターネットで、まあ、やり始めて、まあ、目的なく、文字を書くと、まあ、押したらすごく怖い、そういう性的な画面が出てくるんですよ。ですから、その女友情は、待ち構えているんですね。私たちを取る、使い前としているんですよ。16、17節。彼女は、ロマンティックの、状況を作りました。敷物を長い椅子に敷いたと。で、織物を、まあ、敷いたと。あと、湯床に、もつ薬、アロマ、まあ、で凍らせましたと。このようなむなし、ロマンティックの、状況を作って、上空に、導いて、
行きました。18節、さあ私は朝まで愛に酔いしれ、愛の喜びを互いに味わいましょうと。肉体的な欲望を互いに満足しましょうと。19節、20節、安心しなさいと、私の夫はいないで、夫は遠くへ旅を出ていた、家にいませんから、金の袋を持って行きました、満月の頃に帰ってくるでしょうと。夫が、半年、半ヶ月も行ってしまうから、家には誰もいないよと、安心してくださいと。21節から23節。ですから、その若者の結果ですけれども、彼は、牛がほぶり場に引かれていくように、そして、足かせが愚かなものを懲らしめて、いるかのように、彼は矢が彼の肝を射抜くように、彼は鳥が罠に飛び込むようなものになったんですよね。ですから、今日の島の皆さん、計画ある友情は私たちに、物事を計画しているんですよ。私たちはマーケットプレイスに、権威をもらいたい、高い権威に つきたい、このストーリーには、肉体の重苦について書かれていますけれども、もっと広く説明すると、この世の重苦は私たちの心の傲慢、この世のことを追い求めること、それも含めます。私たちはこのような計画を入っていくと、命なくなります。第三段落、父の言葉を聞け、それが正しい道であるということです。24節、我が子よ、今私に聞き従い、注意して私の父の言葉を聞け、命令式の言葉ですけれども、聞け従えと、私の言葉を聞けと。そのストーリー話した後に、お父さんが子供に言います。子供よ、子たちよ、私に聞き従い、私の言葉を聞けと。一歩一歩死に向かっている道ですけれども、その若者は知らないですよ。ですから、お父さんが言います。彼女たちの道に心がそれていってはならない、その通りに、通り道に迷い込んではならないと。彼女は多くのものを切り倒し、殺されたものは数切れない、殺されたものは数切れないほど大きいです。聖書もたくさんそういう例があります。例えばルベンですね、教育によって、長男の位置がなくなりました。ダビデは、非常に偉大な王ですけれども、平和のうちに彼が、地獄に落ちてしまいました。ですから、あとサムソンですね、神によって選ばれた獅子ですけれども、地獄によって彼の人生が、壊れてしまいました。あとイリの子供、祭司の子孫、彼らも重苦によって失敗したんです。皆さん、今日の言葉、私たちに何を教えてくださるんでしょうか。友情から離れていくのは命の選択です。積極面から考えてみると、私たちは御言葉を、神様の御言葉をしっかり掴まないといけないです。神様の御言葉は私たちの心に、満たされなければなりません。御言葉は私たち自然反応のように、自分を守ること。私たちは、暗い道の方向に一歩でも歩まないように。
私たちはできるでしょうか。子供よ、子たちよ、子供たちよ、あなたたちはできるでしょうか。私たちは神様の恵みが必要です。神様の御言葉で私たちを助けて導いてくださるのです。それは私たちを友情の、誘惑に、打ち勝つ力です。私たちも子供もその子供も、子孫もその誘惑に勝ち打つことができます。神様の御言葉によってできます。これで今日のメッセージ終わります。主よ、私たちあなたを礼拝します。あなたを仰ぎ見ます。主よ、あなたの御言葉を私たちよく守っていくように助けてください。Thank you.
主あなたのご臨在のゆえに、あなたのご臨在のゆえに、あなたの愛を私たちに与えてくださることを感謝します。主よ、今日モーニングディボーションを通して、あなたご臨在の中に導いてください。主あなたの愛を感じさせてください。感謝します。兄弟姉妹の皆さん、座ってください。主の御前に進まりましょう。私たちはいつも孤独なので、暗闇の中に少しずつ歩んでいきました。私たちはその罠に引っかかってしまいました。地獄の中で満足得ようと思います。満足したら孤独がなくなると思うではないでしょうか。今日御言葉の中で私たち見えますけれども、このような快楽、教育的な快楽は自由を与えることはできません。命を与えることはできません。その中には脱出道はありませんこと、私たち今日悟りました。皆さん目を閉じてください。聖霊様、私たちに光を照らしてください。聖霊様の光、私たちの心に照らしてください。暗闇の中であなたの光見えますように。主の愛、私たちに導いてください。主、私たち暗闇の中に歩んでいます。私たち自分ではたくさんできませんことはあります。私たち困難の中にいます。そのような混乱、自分にも非常に嫌いと思いますけれども、皆さん今神様の御前に来て、私たちの罪、私たち自分でコントロールできないことを神様に祈りましょう。あなたの人生にたくさん満足できないところがあります。大きい不満を持っています。あなたの人生追い求めていることはまだ手に入ることはできません。栄養、お金、愛情、人々に肯定されること、あなたは得ることはできません。徐々に知らずにあなたは暗闇の中に歩んでいきました。あなた自分を隠したい。あなたたくさんのことをして自分の心を満足させたい。暗闇の中であなたは満足させているように見えます。これらのこと、本当にあなたのことを満足できるでしょうか。あなたの情欲、本当に満ち足りることはできるでしょうか。あなたの人生、あなたの生活の中に評価されないから、愛を受け取ることはできないから、あなたの家族から、あなたの同僚から、あなたの上司から、その肯定してくれないからです。あるいはセールグループの中でも肯定してくれないからです。皆さん、自分の暗闇に直面しましょう。
神様に上正直にいてください。主よ、私その権力欲しい、お金欲しい、私たくさんの欲望あります、成功したい、私人の前に立たばれるように立ちたい、しかしこれらのもの私すべて得ることはできていません。私こんな年になっても何も得ていません。愛と誉れ何も得ていません。今神様に心を開いてください。暗闇、今日あなたから離れていくことを信じましょう。今日あなたは光の中に入ることをできることを信じましょう。今神様あなたを呼んでます。あなたにあなたのことを呼んでます。私を求めなさい、暗闇から離れと神様が言っています。光の中に入って祭司の国に入っていきましょうと父が、天の父が呼んでくださいます。あなたは今助けないでしょうか。神様に呼び求めましょう。皆さん立ってください。あなたは暗闇から離れたい、立ってください。あなたは神様に呼び求めることができます。主よ、私今自分のことを直面します。正直に直面します。私は暗闇の中でも満足できてません。ホースの中でも私は満足できません。家族の中で満足できてません。仕事の中でも満足できてません。主よ、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 助けてください。あなたの御言葉を聞くように助けてください。今正直にあなたの暗闇を主に祈ってください。あなたを言うことによって離れることができます。主に言ってください。主に言ってください。神に言ってください。皆さん声を出して祈ってください。黙らないように、もう黙ってはいけません。主はあなたのことを助けることができます。子供よ、若子よ、私の言葉を聞け。私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。聖霊様助けてください。今日助けてください。今日私も助けてください。主は私たち命を変えようためにモーニングディボーションに来ました。主は私たちあなたに持ちたい。助けてください。助けてください。主は私たち性別してあなたに用いてください。あなたを用いてください。聖霊様助けてください。聖霊様助けてください。聖霊様助けてください。あなたはあらゆるところから私たちを見てくださいます。主は私たち暗闇から離れたい。主は私たち強くあなたに委ねます。すべての強くから離れたい。私たちの不満、心を満ち足りていない状況から離れたい。主よ、私たち今あなたの御前に来て助けてください。私たち手をつかむこと今手放します。お金のこと、栄養のこと、誉れのこと、私たちこのように栄養とする地位、主よ、すべて手放します。私たちただあなたのことを欲しいです。あなたの愛、私たちの中にあります。それで満ち足れることができます。あなたの愛、ただあなたの愛と御言葉を私たち心に満足させることができます。主よ、あなたが私たちのすべてです。あなたが私たちが約束してくださったことは私たち考えたこともないようにないことを与えてくださいます。主を助けてください。主は私たちの心を守ってください。
あなたの御言葉を守ることができますように助けてください。あなたの御言葉を、父の御言葉を心の板に書き記すことができますように助けてください。私たちあなたの御言葉を守りたいです。あなたの掟、定めを守れば私たち生きることができますことを信じます。聖霊様助けてください。あなたの御言葉をよくつかむように助けてください。あなたの御言葉をよく聞き従うように助けてください。我が子よ、今私の言葉を聞け。私の口の言葉をよく聞き従え。そうです、主よ、主はあなたのことが必要です。御言葉は私たちの人生に成就していくように助けてください。主は私たちあなたに従順する心を持ちたいです。主はあなたが私たちの神であること、父であることを認めます。あなたが私たちの主であることを認めます。我が子よ、今私に聞き従え。注意して私の口言葉を聞け。彼女の道に心がそれて行ってはならない。その通り道に迷い込んではならない。子供よ、皆さん、私たちの心を守りましょう。神様の の道を歩みましょう。皆さん今手を胸に置きましょう。片手は耳に置きましょう。私たちは自分の悪から離れましょう。あなたは右に向かって、神様のとこ方向に向かいましょう。3回ハレルヤ言ってください。ハレルヤ言った後に神に向かいましょう。右に向かいましょう。右に向きましょう。私たち命の木の道をに向かいましょう。神様の光の道に向きましょう。主よ、今私たち余計なこと行いをします。私の心は暗闇からあなたの道、命のある道、光の道に向かいます。主よ、私たちあなたによって選ばれたものです。独自に入ってあなたに、あなたが立ち上がらせるものです。主を助けてください。私たちに聞く耳を与えてください。私たち心、あなたの御心を従っていくように助けてください。主、あなたは私たちに愛するよ、子供よ、と御言葉を書いてくださいます。あなたは私たちの心に今、心の板に愛してますよ子供と書いてくださいます。主よ、私あなたのことを信じます。子供よ、私の手をつなぎましょう。
あなたを導いて、天の道は歩むことを導きますと主が語ってくださいます。皆さん、主に祈ってください。主、感謝します。あなたのことを感謝します。私たちあなたについていきますと祈ってください。皆さん、霊の中でこの歌を通して宣言しましょう。主、私たちを導いてください。あなたが私の人生に必要です。私はあなたの似姿をに従って、あなたの喜ばれる子供になりますように、あなたの栄光を私に表すことができますように、あなたが喜ばれる子供になりますように、私の命、あなたの栄光を表すことができますように。皆さん、手を挙げてください。祝福を受け取りましょう。イエス様の皆によって、すべての人、私自分を含めて、私たちの子供たちも含めて救うします。あなたの御言葉を守るように、あなたの御言葉を私たちの心に書き記すように、私たちの指先に結ぶように助けてください。私たち毎日方向あるように、すべて敵の計画から離れることができますように、すべての罠からトラップから離れることができますように、私たち年老いてもあなたの御言葉から離れないように守ってください。イエス様の皆によって祝します。アーメン。これで今日のモーニングディボーション終わります。